焼肉に来ました。焼肉に来ました。ね、この下に焼肉の鉄板があるんだけどね、うまくカメラ映らねえな、これなんかうまい方向ねえか、もうちょっと高い位置に立ってればよかったのかな。まあいいか、いいね。でもしょうがない会話をしながら男2人で焼肉を食うというですね。それで今ね頼んだのがですね、この付箋、ね、和牛厳選カレーの三種盛りっていうなんか偉そうなやつを頼んで、あと赤身なんかですね、赤身肉、和牛赤身っていうのを頼んで、あと、お野菜で100円のキャベツ頼みました。サラダだけはですね、なんかね、なんかいろんな種類のサラダがあるんだけど、一番安いサラダ頼んでるというですね。店が、網焼き亭という店に来てる。あ、お店、網焼き、失礼。そういうところで、これからですね、男2人で焼肉を食うという、それだけど、キムチとか頼めばよかったかな。まあ、乗って。乗ってだね。まあ、ゆっくりやろう。で、ドリンクバー頼んできたんで、これから2人でドリンクバー行きます。はい、というわけでね、鹿本さん何飲んだの、これ。コーラですね。コーラですね。私はメロンソーダですね。でいきなり最初に来たメニューがですね、キャベツが来ましたね、いきなり。というわけで、キャベツからいただきたいと思いますがですね、まあ、じゃあ、お先キャベツを食べます。一応、特製ドレッシングということでございます。これキャベツ結構量あるよな、2つ頼まなくてよかったな。なんか2人だからさ、2つ頼んだらいいかなと思ったんだけどさ、危うく事故になると野菜まみれになっちゃう。今日は肉を食いに来たんだ、肉をさ。とりあえずカルビと赤身は頼んだ、王道でさ。で、鹿本さんはホルモンとかで冒険はしない男なんだ。あんまりしない、うん、自転車では冒険するんだけど肉では冒険しないということなんですね。何行こうか。じゃあユッケなんか絶対無理だよね。そうですね、あんまりちょっと味見ていいときくらいです。レバ刺し売ってるよ。レバ刺し、レバ刺しがあるよ。レバ刺しって売っていいんだ。あえて命がけのレバ刺し売ってみる。食べる。一口しか多分食べれないと思う。そうなんだ。どうしよう。まあ無理して食うことはないわ。すいません。本気は一切ダメだからね。一切ダメだから。鶏のレバーのレバーは結構食べます。そうなんだ。牛焼きレバーってのはあるけどね。まあいいや、無理して食うことはないから。肉の塊の方がまあ、パンがあるね。パンは食う。ハラミは、まあ、ハラミは大丈夫。ハラミは大丈夫。自分が基本的にここだね。ここだね。基本的にここでございます。王道メニューしかちょっと私は。そうですね。というわけでね、変なところには突っ込んでくる。豚とかはあってもいい。豚とかは。あ、豚肉ね。あ、豚頼むか。海鮮は、海鮮は、海鮮はどっちでもいいです。海鮮はどっちでもいい。鳥はここにいるんで、これをかけば。あ、鳥はあれなんでね。ちなみにですね、カエルの焼き多くないみたいなのですね。カエルがいたのでも食う人いるよね。ちょっと行くよ。野菜でも食いながらとりあえずね、いただきは時間を過ぎました。うん、うん、いや、なかなかの、うん、まあこの焼肉はまあ自分で5分に焼くタイプなんで、まあいわゆる、まあ、大衆店って言われて、でも美味しいでしょ、ここは。私は結構好きです。うん、すごいいいな。あ、そうなんだ。うん、大将軍でしたっけ。大将軍みんな行ったことないと思います。大将軍美味しいよ。大衆店ではない。大衆店だね。ただ高級コースを頼むと店員さんが焼いてくれる。ごめん、あれ焼いてくれるってなるけどね。基本的に高級店はほら、焼いた時にさ、せっかくのお肉がパンになったらたまったもんじゃないから、お客さんが肉触るのは口に運ぶ時だけみたいな。いや、すごいよ、店だとさ、お客さんに口あーんと開けさせてさ、こうやって食わせるとかさ、全部じゃないけどね、介護みたいな。介護だよ、介護。最高のタイミングで最高のお肉を召し上がっていただきたいと思って、なんか食べる肉をさ、食べる方向性まであるの。なんか肉ってほら、筋とかの方向性があるじゃん。だそこまでこだわるとか言ってさ、まあすごい。例えば前、寿司を食べるときに、うん、三角寿司を食べられるときに、うん、逆さにしてこっちで持って食べるって言ってました。うんうん、あれはでもすごい私勉強になりました。うん、あれはね、某寿司屋の親父の、まあ、うんちくの受け入れなんだけど、うん、やっぱ最初に舌に触れるところが、やっぱシャリの方から触れるような食べ方されるともうがっかりするっつってたね。うん、寿
数な人はみんなああしてるの分かんないけど、うん、やっぱりまずお刺身、うん、で横にするか下にするかで、ね、シャリを下にして刺身が上になって食べるっていうのはもうあれだって言ってたね、うん、でも結構テレビとかいろんな食レポなんかもそういう食べ方してる人いるけど、ああ全然それで美味しい。逆にでも普通ああいう食べ方してる人見たことがない気がしちゃってるね。うん、そうだね。でもそれが一番正しい。確かに合理的だなと思って。うん、あとシャリがこぼれないの、あのさ、こう掴むときに、いや掴むときにシャリ、要するにシャリはさ、もあれやっぱその握り加減がものすごくプロらしいの。こう口の中に入れたときにパーッと広がるっていうのがあるから、だから刺身が下にあるとさ、それが崩れないじゃん、こぶとき。ご飯下にしたらやっぱ、ね、崩れちゃうから、その圧縮具合、お米の圧縮具合が一番崩れないのもやっぱり刺身を下にしてっていうのが形らしい。いやでも、ね、寿司であれだけあったら他の食事も多分いろいろ食べ方ってあるんだろうなって。あるよ、焼肉とかなんかでもすごい細かいのがあるけど、まあ、今日はね、まあ、こういうリーズナブルなお店なんで、あまりそういうことを語るのもなんか間違いないような気がするし、うん、俺も焼肉は実はあんま知らないの。なんか焼肉はそれほど、うん、高級焼肉にこだわってどうのこうのっていう世界は。あれですかね、運営とかの事情結構ご存知だと思うけど、焼肉の焼肉って外食中飲食店の、うんうんうん、まあいろいろ話は聞いてるけどね、うん、牛宮城の話とかかなりあれですよね。牛宮城は多分分かんない、俺何も取材してないから分かんないけど、大将軍の肉そのまま持ってきてるだけなんじゃない、うん、多分、うん、だって大将軍の肉つらんでるしゃべるトップで、だったら大将軍の肉そのまま出してるだけなんじゃない、うん、あとはちょっとまあケバイ装飾つけてるぐらい、うん、まあ、場所代がね、あれで、うん、値段はすごい高いけど、牛宮城に比べて多分物は一緒のような気がする。じゃあ、これをこう網に塗るんだな、こうやってね。だからこういうですね、牛脂がついてるんだけど、これを網に塗る。私がじゃあカメラ撮ります。じゃあちょっとカメラ撮ります、お願いします。じゃあこれが牛脂でございまして、これをですね、こう網にこうぬりぬりするわけでございます。ぬりぬりしてですね、うん。で、ぬりぬりして、まあ、こんなもんでいいかな。この牛脂自体がさ、実は火が通った後食うとさ、美味しいんだよね。だからこうやるわけ、まあいいや。で、これをこうやって鉄板だと置いとくんだけど、まあまた使うと。じゃあ、まず特選区なんつったっけ、これがなんだっけ、なんか極みと、なんでしたっけ、ちょっと忘れちゃいました。メニューみたいな、メニュー振り回してて下に落としたらおしゃべり。3つ違うらしいんだよ、よくわかんないんだけど、これとこれとこれとこれ、多分これとこれとこれが違うんですね。そうだよね。じゃあ、それぞれですね、2つずつですね、まあこう焼いていこうじゃないかってことで、なんかこう刺しの乗り方がすごいよね、うん、ね。でもね、これ英語ではないと思います。英語ではないと思います。まあこの値段で英語が取れるわけです。あれ、これなんだっけ？これがなんだっけ？これがパイの実やつ。パイの実。で、これが極み。極み特上。これ、言うと、特選からでありがとう。はい、すいません。そういうことらしいんで、名前聞いてもよくわからないけど、まあ美味しくないんだよ結局ね。じゃあとりあえず一つずつ焼いてですね、高級系の詰め合わせっていうやつ、ね、そう、高級系の詰め合わせね、うん、このお店で一番高いやつから飲んだから高級で高いっつったってさ、3000円ぐらいなの大したことないよね、うん、鹿本さんのね、編集から撮影まで全部鹿本さんにお願いしちゃってさ、それでまあ収益がね、おかげさんで2万5000か3億ぐらいいったんで、もうこれぐらいなんですね、もうなんてことはございません。今回ちょっとご馳走していただくということ、これぐらいね、もう鹿本さん、まあ半分の鹿本さんが稼いでおくようなお金でございます。ただね、金銭やり取りとかするとね、いろいろめんどくさいんで、私は一切そういうことはしないことにしてるんですけど、まあ鹿本さんが焼肉行こうということなんで、じゃあ僕が出すよということになったというですね、まあそれだけの話でございますね。僕とコラボする人がですね、僕が焼肉を送るわけではございませんので、その辺はご理解、物の流れ
ちなみに僕と鹿本さんってね、親子ぐらい年離れてるからね。私の父親の2歳差ぐらい。58だっけお父さん。あ、そうです、59とか59でしょ、はい、58と59でしょ、俺57なんだから、まあ、親子のご飯みたいな。どうぞ。あ、まあ、僕独身彼女の話ですけどね、もうすぐしかもさんね、ご結婚されてるぐらいまあこんな感じで今一生懸命焼いてるわけですね。じゃあちょっと、あれしましょうかね、うん、あ、もう焼きすぎかな。焼きすぎ、はい、あ、焼きすぎだな、ちょっともう食っちゃっていいよ。よし、食っちゃう。結構焼く派なんで。あ、そうなの、うん、よし、じゃあもういただいちゃいましょうか。せっかくこれも完全焼きすぎだ。これは、これ焼く派。あ、私結構焼く派なんだ。これ、ね、まだ焼いてくれ。そうだね、じゃあ俺はいただき、じゃあ僕はまずこの生で、僕は生系で食っちゃう。うん、まあ、それ本当のね、いい肉はね、実はね、 よく焼いてるね、うん、本当に。そうですね、あのレベルダンで食うのが筋。じゃあいただきます、いただきます。僕はさ、お先いただきます。焼いたらどれがどれだか分かんなくなっちゃいました。うん、うん、まあプレイとします。はい、トントロカルビ塩でございます。はい、ありがとうございます。トントロカルビ塩ってことです、はい、ちょっとタレも必要だ。タレも必要だ。塩があるじゃん、うん、意外と通な人って塩とわさびとかで食べるんだ。あ、こんなね、塩とわさびね、うん、使う、じゃあちょっと使います、うん、トンカツとかも断面に塩をつけて食べる、うんうんうん、それありますよね、うん。結構あれですよね、この前もたこ焼き動画も、うん、ソースあんまつけないで食べられるというか、薄味というか、そうだね、素材の味を楽しむ系の味で、うん、というか、うちはなんかお袋がそういう系なんだよ、うんうん、美味しい肉ですよ、美味しい肉だと思いますけど、値段を考えると結構いいんじゃないかと。でも値段ってコスパがいいね、確かに、うん。あと安いお肉でも調理の仕方をこう工夫して、うん、いかに美味しく食べるかっていう、うん、あとでもこういうふうにいろいろトッピングもわさびと塩もあって、うん、あとタレもいっぱいあるんで、うん、いろいろ味付けを変えて食べるんですので、うん、他にもなんかあると思います。塩、タレ、あ、いろんなのがあるね、うん、うん、こういうところがな、私は結構好きでした。じゃあこういうお肉をいただく。サムネイル撮られる。これこうやって豚肉です。あ、いいじゃない。あの、あ、まだ焼くんだ。結構いい。あ、結構焼きすぎ。あ、ちょっと焼きすぎじゃない、さすがに。赤身か、赤身って言ったらすごい油入ってるね、これね、赤身。赤身って言ったよな、俺確かにな。いいね、言ったよな。あとトントロ。あとトントロ焼く。絶対きれい。いただきます。うん、いや、もう自分の舌ではこれでもう最高級。最高級。うん、本当に美味しいよね、ここね。うん。ご飯を頼まないのはすごい贅沢だな。うん。肉ではなくて。うん、いいんじゃない。まだまだ食えるね。4K セットとか頼んでもよかったかな、これ。なんか、だんだんお腹いっぱいになってくるとさ、うん、10人セットボーンと頼んでも食えるんじゃない、これ。これからですか。うん、もういけるかもしれない。いけるよね。ご飯食べなければいけるかもしれない。おいしいものを先に食べる派ですか、それとも食っとく派ですか。先に食う。あ、うん、だってさ、お腹いっぱいになったら美味しいものも美味しくなくなっちゃう。そうですね。そうか、合理的だと思いつつも、私はまあ一人っ子っていうのもあって、うん、最後に食べる派なんですよ。ああ、うん。最後にさ、美味しいもの残しといてさ、お腹いっぱいになっちゃったらどないすんのっていう、そういうのが俺なんかあるよね。嬉しくなりながら、うん、なんか寂しいなって。大体兄弟いるかいないかでそこ分かれる気がします。あ、そうなんだ。そうなんだ、うん、大体兄弟いる人はまあみんな先に食べて争奪戦になるんで、一人一個だと最後に食べる人の割合高いと思います。そうだ、ね、
そうだな、めんどくせえからファミリーセット頼んで終わりにするか。なんか食いたいもんない？あ、でもこういう系は自分好きなんで、もうだいぶ食べちゃいます。食べたら大体は、うん、さっき頼んでくれたあれがまた全部ストライクのやつです、うん、あ、これお任せです、うん、ちょっとぐらい冒険してもいいんです。じゃあ大量に食うということで、いや一番安いトクトクセット。あ、でもこれ豚のタンは入ってるけど牛タンは入ってねえのか。入れちゃいますね。うん、 ありがとう。いい、うん、よし、うん、よし、ありがとう、うん、あ、うん、タレより塩がうめえな、俺の感想、うん、タレより塩がうめえ、うん、じゃあカルビとハラミで決めるか、牛ハラミ1人前、牛切り落としカルビ1人前、はい、両方とも塩で、はい、はい、お願いします、はい、またね、今回の撮影もね、鹿本さん全部編集してくれることになっちゃった。落としちゃった。落としちゃった。ごめんごめん。ありがとうございます。お箸下に落としちゃった。また鹿本さんに甘えちゃうんだよ、ね、編集が大変なんだ。いや、でも編集と編集は大変してないんだ。トリミングしかほとんどしない。トリミングが大変なんだ。僕はね、デブだから削り落とすことのね、大変さはね、自覚してるよ。またくだらない。うん、うめ、うん、ちょっと僕ドリンクバイだ、はい、うん、焼肉から話しとれるんだけど、うん、好きなチェーン店ベスト3、好きなチェーン店ベスト3、はい、松屋、餃子の王将、あとなんだろう、あとなんだろう、俺がよく行くのはない、あ、サイゼリアね、意外と行かないんだよね。好きなんだけどね、意外と行かないね。一人だとあんまり感じない。サイゼリア意外と行かない。うん。餃子の王将は好きだね。うん。餃子チェーンでは一番好き。鹿本さんの推しは何ですか？私、カツヤですね。あ、カツヤいいよね。コスパが最高にいいかなって。うん。カツヤは確かにね。あと、あの割引券戦略はまんまとハマってますね。100円ね。100円。うん。あれさ、利用期限ついてるけどさ、利用期限とっくに切れてるやつ持ってってもさ、使わせてくれるんだよ。そうなんか、うん、あれ無視だから。そうなん、利用、初めて知りましたね。利用期限ね、切れててもね、あ、いいですよ、いいですよって使えるの。カツ丼梅とポン汁大っていう組み合わせです。あ、もう鉄板だよね。あの、ポン汁は必ずカツ屋は大にしないとダメだよね。コスパがその方がね、40円差で、うん、あのもう豚汁大は基本でございますから、うん、あのさ、松の家も美味しいけど勝家の方が上だよね。松の家ってあんまり少ないですかね。多分松の家創刊にある、創刊の駅の西口にある、うん、あと昔は私松屋よく行ってたんですけど、うん、あの食券がなんか食券じゃないやりと機械が変わったじゃないですか、うん、昔あのラーメン二郎みたいにこうボタン式、うん、ですぐ欲しいものをダイレクトで押してたんですけど、うん、今なんか画面でこう、うん、切りたいものをこう前面に出してるじゃないですか、期間限定。ああ、出してるね。でこう1回じゃ注文できなくなったんですよね、うん、言うとも、ね、うん、あれがちょっと腹立たしくて。松屋、うん、もう自分が行ったら松屋は牛めししか頼まないんで。あ、俺もそうだよ、基本。だからああいう画面でなんかこう3回ぐらいこうボタンを押して頼むのはめんどくさいなって。前の方が良かったなっていうか、それこそあの新しいユーザーを取り込もうみたいな、いろんなその高単価なものを売りたいっていう気持ちよく分かるんだけど、やっぱり相手としてはもういつも、うん、牛飯しか選択しないんだけど、牛飯しか食わないぞっていうさ、なんかあるよね、やっぱりなんか、うん、この前久しぶりにさ、汐留さんとさ、2人でさ、吉野家入ったんだよ、はい、うん、そしたらさ、なんかさ、なんかいろんなメニューが増えててびっくりした、吉野家、うん、親子丼だけじゃないんだなと思って、うん、食った松屋、味、うん、
美味しくなったってこの前動画でおっしゃったんですけど、うん、私逆に前の味のが好きで、でも店によっても違うみたいなんですけど、っていうかね、大昔あのね、あの俺がそれこそ大学生ぐらいの時だから30年ぐらい前の松屋って信じられないくらいまずかった。あのね、ご飯がもう工事上に固まってちゃんと炊けてない。うん、その時代はちょっと分かんないから、うん、私は学生時代にあの調布の福田花の松屋によく通ってたんで、うん、電通代の近く、うん、10年ぐらい前は劇的に美味しくなってた。あの時280円だったんですよね。そうそうそう、味噌汁ついて280円で、その後、うん、プレミアム牛飯になって380円値上げしたじゃないですか、うん、なんか胡椒みたいなのついてるんですよ、うん、あれの使い方がまず分かんなくて最初、うん、胡椒の出し方、うん、でしかもあの胡椒って味も変わったんですよね、うん、で牛自体は確か良くなったんです、はい、牛ハラミですね、はい、うん、そう、牛肉自体の質は多分上がってるんですけど、うん、味が私前の味のが好きで、あ、それからもっといかなくなりましたし、うん、好みあるよね、すき家派かな、牛丼、あ、すき家美味しいよね、うん、あと、ま、正直吉野家は私結構あのあれでちょっとムカついたことがあって、うん、吉野家のサラダって今は分かんないんですけど、うん、マヨネーズしかないですよ、確かに、あのサラダ付き頼むとマヨネーズがついてくるんですよ。しかもあれちょっとしかかけられない。一つのムーブ。これ入ってる。限定の。いや私マヨネーズは邪道。マヨネーズもたこ焼きにしかつけないもん。私なるほど。で、野菜をマヨネーズで食べるっていう選択肢がそれしかないのがすごい嫌で。うん、でもあれ使わないなら使わないってもったいないじゃないですか。まあ使わなくてもいいけどね。なんかちょっとあの一個じゃないなっていう。ああなるほど。なんかドレッシングがこう、うん、スキヤとかすごい4種類があるんですね。うん。スキヤはあのせいじゃないよ、今、スキヤ4種類あったドレッシング結構ありますよ、3種類そうなんだ、松屋はさ、なんか人参ドレッシングとかしかないんで、うん、あるんですよ、あ、そうなの、前行った時は、うん、あ、松屋ですか、うん、あ、松屋スキヤそんなあったっけな、スキヤは3種類くらいあります、あ、そうなんだ、すげえな、うん、で、吉野家はないですよ、今もないですか、吉野家はない、マヨネーズ一択っていうのが、そこにその尿と、うん、あれ、そう、違う、これ前、汐留さんと行った時にね、はい、ドレッシングが卓上にあった、ボトルで、そうそう、そう、あ、変わったと思ってさ、わ、何、吉野家の新たな時代みたいなことは感じたけどね、マヨネーズでいいって方もいると多いと思って、まあ、私の偏見かなとは思うんですけど、うん、なんか味以前にそういうところでちょっと、萎えるっていう。うん、まあ、自分に合わないなっていうのそういうところで、うんうん、察知しちゃってあんま行かなくなるっていうのはありますね、うん、なんか牛丼みたいに安いチェーン店のくせにさ、なんか妙にさ男こだわりだよね、そういうのね、なんかね、たかが500円くらいの飯でなんでそんなこだわるんだよみたいな気がするけど、こだわるんだよね、妙に、うん、いかに安く買おうかな、うん、うん、100円のものをいかに安く買うかってこだわって、うん、高い買い物するときは意外とこだわらない、うん、買うよ、うん、必死になって半額弁当食ってるとしてさ、夜はさ、うん、2万円ぐらいの焼き肉行っちゃったりとか意外とそういう人多いよね、で定価でさ弁当買って食ってるやつはさ、夜も定価で弁当買って食ったりとかね、総合的にはそっちの方が安上がり、総合的にはそうなんだよさ、うん、その下のパイナップルみたいなやつもはい、お伺いします、これにするか、これはさ、丸々1個のやつがドンとくるの、いや違いますね、ちょっとそれちょっとビジュアルが今違くて、うん、これのもうちょい小さくなったやつが3つか4つ並んでる、そう、じゃあこれ1つください、花崎さんお1つ、うん、以上で、うん、ちょっと待ちください、動画聞きました動画見ましたあのですね、いや皆さんご説明しましょう、こういうの見えます、この花咲タンっていうなんかこのおっぱいボイみたいなやつ、これを頼んだんですけど、実際はこういうやつじゃなくて小さいのが3つか4つくるみたいな、こんなこれちょっと面白いんで頼んでみました、店員さんも意外と正直になんかビジュアル近くて、まあ、じゃないと来た時にクレームになるじゃん、どれは店員さんだって質問されるやさ、うん、ちゃんと答えるよね、うん、ね、うん、来た時に、え、違うじゃん、写真撮ってって炎上でございます、よいしょアーメン、有料5人ですよ、
有料5人、有料5人かどうかわかんないけどね、あのまあ質的に同じ美味しさならばね、値段とかで有料5人にはなる。みんなと難しいらしいですね、味とかっていうか味とか質とかね、うん。一応今日の焼肉はですね、まあ、2人で予算1万円ぐらいで行こうかなと思ってたんですけど、まだですね、6000円行ってなくて同じ部位になって、まあ、無理して食うことあるんだけど、うん、鹿本さんのですね、撮影編集でですね、あの2万5000円ぐらい稼ぎとかやってたので、やっぱね、うん、今円安だからちょっといいですよね。円安はね、YouTuber はねいいんだよね、うん、4月だったから広告単価も高かったんだけど、うん、でもね、またちょっと上がってきた。せっかくだからこのおすすめのタレ、どれ一番おすすめ？私は甘口を出しますけど、まあ、戻ってきますと、こちら牛厚切り花咲きタンになります。こんな感じだとやっぱビジュアル的にはちょっと違いますね。焼き方は普通に乗せりゃいい。ゆっくりどうぞ。はい、あ、でしかもですね、でかいです、ご飯実はあれだよね、結構でかい、でかいよ、広げた広げたら結構。じゃあとりあえず焼こうっすね、そこだけ焼こうが。こうやって並べないと思うんだけど、なんでああやってあのこんもりおっぱい状態するのか。それはビジュアル的な問題だけど、こうやって乗せて今焼いてるわけだから、じゃあいただく。もう一個乗せちゃうんだよ、でも後で広げたら大きくなるってなんかいいですよね。まあそうだけどね、逆よりはね、ただこれ焼いていくとどんどん縮んでちっちゃくなるんですよ。私はね、税込み表示の店結構好きなんですよ、ね、うん、税込み表示じゃないと、うん、レジに並んでから税抜きだったのかっていうふうに。あ、それはあるよね、絶対。ヨドバシカメラすごい好きなのは、それでも理由があります。あれでもさ、税込み表示にしなきゃいけないってさ、法律改正になったじゃん。変わりましたけど、でもちっちゃく書いてあることが多いんじゃないですか。税抜き価格はちっちゃく書いて、税込み価格はちっちゃく書いてるっていうところが多いんじゃないですか。じゃあちょっと甘口のタレ、あれはもう完全に作業だからね。でもヨドバシカメラさんは税込みをでっかく書いてるだけなんで。ああ、それはすごいね、偉いね。でしかも後からポイント貯まるっていうね、結構、うん、ヨドバシ信者なんてことですね。ビッグカメラはダメ。まあ近くにないっていうのも大きい理由ですけど、地元だから。横浜にでっかいのが三越の後にできたので。ああ、なるほどなるほど。そこで昔趣味のもの結構買ってたんで、うん、昔はあの僕もさ、新宿のあっちの方の生まれだからさ、はい、結構火通し好きだから。まだまだ焼くぐらいなんで、まだ焼くのだよ。これなんかもカリカリだ、うん、だから新宿とかが結構さ、あのテリトリーだったから、はい、ヨドバシとかは行ったよな、よく親父に連れられて、うん、うん、ある意味あの安い家電量販店の走りってヨドバシや。あとなんかほら、誰だっけ、あれいつもトランクにさ、お金何千万も入れて歩いてる親父いたじゃん。え、なんだろう、名前が出てこない。あ、もうそのぐらいじゃないか。昔さ、あのなんとか電気っていうバッタ屋の親父がさ、テレビでいつもあのやってたんだよね、そのあのいつも何千万円とかをトランクに入れて持ち歩いてますってことを公表してて、それで有名になっちゃってさ、しょっちゅう強盗に襲われるっていうそういうのがあったけどね。ダメだろみたいな、なんか警察から注意されたらしい。そういうこと言って一人でブラブラ歩かないでくださいって。でもなんか財布に大量に札入れて持ち歩くと度胸が座るみたいな、心理的に、うん、いいっていう話は聞きましたね。本当、はい、あのね、財布にお金入れすぎるとね、無駄遣い増えるだけ。いやでもなんか優越感に浸れるみたいなところがあるらしい。そうなの？本当かな。だってその分銀行にあるお金減るじゃん。ねえ、なんかお金いっぱい持ってること自体はね、気分的にね、いろいろあるのかもしれないけどさ、ね、まあでも金持ってるのに慣れちゃうと人生怖いよね。なんか某ほにゃらかさんが今お金がないみたいなこと結構ネットでさらされたりとかしてさ、誰だろう、やっぱ言わないけどさ、
なんかでも生活はものすごい派手で落とさないから悲惨なことになってる。よく聞くよね、うん、一時的に金儲けしてさ、うまくいってさ、生活派手になっちゃうとね、あのたまま2週に続けてる、うん、まあその人もいますね、うん、鹿本さんもね、今度引っ越すけど、ずいぶん地味なところに引っ越す、そうですね、でもちょっと狭すぎたかなっていうのはあるんですけど、まあ、から4分なんです、うん、本当の贅沢はさ、田舎にちょっと離れたところに広い家を借りて、で職場の近くにもうちっちゃい部屋を借りて、これが2つ借りるのが一番贅沢なことができるさ、だから埼玉とかさ、まあ、そっちの方にちょっと駅から離れてるけど広い一戸建てを借りて、それで家族はそこに住ん で自分は別にちっちゃいワンルームを職場の近くに借りるっていうのがね、これが一番贅沢だよね。それと家をたくさん借りるような財力はないですけど、ないけど自転車は結構そういうことやってますね。いろんなところにこう知り合いのところに自転車を置かれてます、うん、でそこ行った時には自転車を使える。あー、なるほど。そういう会社に何台か自転車置いてたり、うん、栃木に、うん、かなりこけてきた。タンももういいかな。じゃあ俺とりあえずタン1個いただこう。懸案のタンでございます。タンですよ、これちょっといかがだろう、うん、でレモンかけて食えって言うんだからさ、どうなんだろう、なんかレモンかけて食うらしいんだけどね、タンは分かんないし、塩とレモン分かんない、これタンでしたっけ、うん、これタンだよ、この花咲なんとかタンってやつ、うん、まあ、これ牛厚切れ花咲タンって言うんだけど、これさ、筋が多いんだよ。食ってみそう。これものすごい筋が多いから、そのためにこうやっていっぱいする。こうやって。食べきれる。硬いでしょ。食べきれるように筋を入れてる。多分ね。だからこれさ、2人で来てるのにさ、3枚あるんだよ。これをさ、じゃあ分けようか、2人で分けようかってさ、切れるかね、そっちちょっと掴んでみて。引っ張ってさ、2人で引っ張ったら切れるかな、あ、ちょっともうちょっと、あ、切れば、どうやるんだ、何やった、なかなか変わった食感で、うん、変わった食感ではあるから、なんかあと面白そうなのないかな、的に受けるのはやっぱユッケとかですよね。うん、でも苦手なんでしょ。また出てた、また出てた、それはもうちょっとやめて、うん、それは私今度俺じゃ、あの、沼田敏夫さんって言った時やりたい、モツとかね、モツとかね、ホルモンとかね、あの怪しいやつ、あ、そういうの結構ね、まあ、鹿本さんダメだって言うから、まあ、ダメでもない、まあ、あの、来たら食べるぐらい、うん、動画的にはね、嫌がるやつに食わせるっていうのが一番実は伸びるんだけど、あの一歩間違いは炎上するんで、やりませんけど、まだまだ食える、まだ、うん、まあ、ちょっとだったら予算的にはあと、まあ、3500円ぐらいあります。買わなきゃいけないパターンですよね。いや、そういうわけではない、そういう企画ではない、うん、あの、だから食えないだったらもうやめるけど、うん、うん、王様カルビ行く、どういうやつそれ、あ、すごいね。よし、じゃあ王様カルビ。単価が高いから値段はすごい。じゃあちょっと押して。ちょっと見せよう。あ、そうか、これがすごいんだ。そうだ。こっちのメニューばっか見てたんですけど、実はですね、こっちにこうすごいメニューがあって。王様カルビ。さっき頼んだのがこの和牛赤身焼き肉だったかな。あ、それでそうか。和牛ロース、和牛 特上ロースステーキ、私この辺だったらどれでも、どれか、なんかこの2つはなんか野菜がついてるんで余計っぽいから、じゃあ王様カルビにしますか、じゃあ、うん、そうだね、でもロースの方が食いやすいんじゃない、なんかちっちゃくて、でもなんか迷うな、こういう時はカエルちゃんに決めてもらうことがよくやるんだけど、めんどくさいから全部頼むかみたいなのもあるけど、ちょっと食えないよ、泣き出すとか、
王様カルビ確かに気になるね、名前的にね。名前的に和牛王様カルビ、じゃこれ行ってみようか。でもさ、お酒飲んでないから意外と会計いかないんだよね。これでお酒飲む、だってお酒一杯飲むとさ、いくらなの。お酒飲むとさ、そうだよね、うん、7ビール1杯で670円とかさ、それでまあ、4、5杯飲んだらさ、あっという間に会計いくもんね。飲み会の時にお酒のあんま飲まない人としては、うん、すごい割高になっちゃいますね。そうね、うん、そんなにいつも思いますね。飲食店経営でもやっぱドリンクをどれだけ売るかがポイントだみたいなことはよく言うよね、うんうん。でも僕はドリンクバーでございます。ちょっと取ってくれ。なんかオレンジ、なんか子供向けのなんかフローズンオレンジみたいな。ラーメン二郎はどこのお店行ったことありますか。これ桜台と池袋と左が丘と会津若松、あ、うん、あと大宮、今なくなっちゃったから、うん、が行ったことありますね、うん。あれ大体その修行した店に味が似るっていう傾向がありますね、新しい店。あ、そうなの。私だとその栃木街道店に前、最初が近いから行ったんだけど、そこはもともと八重か、八王子八重街道店。ああ、そこは危険なとこね、うん、あ、危険なんですか。そうだ、思い出した。あと赤羽店って行ったことがある、はい、あのね、あのいわゆるさ、なんていうの、あの なんていうの、ちょっと変わった二郎あるじゃん。赤羽店でも2つあって、駅の近くにあった二郎はなんか割合早めに潰れちゃったんだけど、もう一つさ、何系っつったっけ、なんかそれってもともと二郎だったけど破門になって二郎名乗れなくなった的な。そうじゃなくて、なんか今も二郎は名乗ってて、西新井の二郎とかそういうのと似てる、なんかクタクタ系の、あの野菜がさ、めちゃくちゃ煮込んであるんだよ。そうなんですか、うん、なんて言ったっけ、なんか二郎なんだね。二郎って書いてあったよ。でそこの系列で今度春日部になんか顎で食えっていうのが出てたんだけど、ちょっとよく分かってる、うん、こちら和牛王様カルビになります。なんかすげえ立派だな、これは。動画にちょっときちっと見せようこんな感じでございましたですね、こんな感じでございました。これで1000円ですかね。なかなかいい感じだよね。なかなかいい感じだよ ね。こうやってやったらバババッと下に落ちちゃってこんな感じで、なか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 いい肉だね、これね。英語ではないけれども、かなりいい肉だよ。ライトコース、ライトコース。結構お腹いっぱいな。そう？うん。じゃあ最後にファミリーセットじゃあなんか、クッパ冷麺がないんだよね。冷麺がないの。冷麺がないね、ここね。うん、まあなくてもいいんだけどね、別に、うん、ビビンだから、ビビンドをしてたよな。群馬でしたっけ、締めラーメン、締めラーメン文化。群馬なの？俺ちょっとそれはよく分かってないんだけどさ、でも日本全国全て締めラーメンってあるじゃん。あ、そうなの。うん、大体ラーメンは締めはなんかラーメンで締めるっていう、結構東京もあって、それであの駅のそばの屋台のラーメンが流行ったって言う。うん、ぶっちゃけ駅のさ屋台のラーメンって美味しくないぜ、あれどこもはっきり言うけど。でもなんか食っちゃってなんか美味しいような気がするっていうのはね、うん、終わりに食うからなのかもね、そうやって締めの、うん、美味しいものは最初に食べてもいいかなって思ってきます。もうね、お腹いっぱいになってくるとなんかね、鈍ってくる、うんうん、やっぱ今回の戦略としてやっぱりまずこの特製ビアの味をとりあえず全部一通り頼むというのが。でも最初に食べたの結構いいやつだったから、まあ最初もね、最初もねあれだったけどね、
一番最悪なのはさ、最初に辛いやつ食っちゃう。私ともう下がヒリヒリになって、もう何が何だか分からなくなっちゃうけど。いや、安く済ませようとするにはそれがいいんだ。あ、そうですね。山下行って、また辛みばっかで。そう。安いさ、だから安楽亭とかね、ああいう安いところ行くとね。安楽亭とここは、ジャンプとしても同じじゃん。そう、安楽亭の方が安くね。だから分かんないけど。うん。まあ、和牛じゃないです。うん。私は久しく行ってない。今は一番弱いけどね。じゃあ食っちゃってこれは辛いよ、ね、もう真っ赤だから。あ、俺はいいよ、俺はいい、うん、俺はちょっとまずカルビを、うん、もうちょっと、うん、すごい油だね。炎がめちゃんこ出たらちょっとお見せしましょうかな。もうね、油がすごくてこうやってね、火の粉が上がっちゃうんですよね。なんか、うん、すごって感じです。じゃあいただきましょうか。よし、じゃあでかいのをまず2人で引っ張って肉の硬さを確認。じゃあこれもですね、でかいやつをですね、はい、そうだね、残りは火ないやつをいて、このでかいやつをですね、はい、そっち引っ張って、はい、で、2人で引っ張ってこの肉の奥、ダメだ、うまくいかない、はい、ギー、あれできない、できない、できない。これ、この肉硬いのかな、もう硬いな、うん、ダメだこれ、ダメだこれ、うまくいかない、ダメだ、ダメだ、はい、とりあえずこう、いや、私に勝ちいただきます、はい、いただきます。じゃこれも食っちゃって、はい、いや、コンプレーシングです。なんかぐちゃぐちゃにした肉があったら、まじと申し訳ない。うん、はい、ほら、ちょっと硬いな、これ、うん、ほら、しかもちょっと生臭いな。これね、ごめん、見かけ倒し。ちょっと生臭い。最後のオチがついた。最初のやつが一番美味しかったね。うん、まあでもまあ、まあいいか。とりあえず、うん、まだ予算余ってるけど。じゃあ最後のやつもらっちゃうんだからね。じゃあいただきます。じゃあ最後のいただいて、これで終わりにしたいと思いますね。うん。うわ、食った食った。なんか、柔らかいのがいいってわけでもないんですよね。うん。人によって、外国行くと硬い肉のがいいかっていう、基準が変わるらしい。うん。うん。うん。まあ、これだけ2人で買ってさ、うん、ね、まあ、会計これだからね。やっぱ安いよね、安いよね、うん、かなりいいお肉いろいろ頼んだけどね、これで終わってるからね、うん、一人で終わればね、全然。やっぱでも酒飲まなかったらでかいよね。酒飲むと一気に会計膨らむから、うん、オレンジとメロンですからね、飲んでたらガキかよ、ね、子供かみたいな、うん、ごめんな。最後にソソをしてしまい、怖かった。じゃあこんな感じですか。じゃあ行きますかね、はい、じゃあどうもごちそうさまでした。ごちそうさまでしたということでね、じゃあまたね、動画撮って2人で山分け焼肉ということで、ね、またやっていきたいと思います。次焼肉じゃなくて何する、うなぎ、はい、分かんない。じゃあそういうことで、どうもありがとうございました。